皆さんこんにちは、ゆうこです。本日は移住3年目を振り返りたいと思います。移住3年目は家づくりとそれに伴う様々な出会いがありました。まず家づくりに際して重要視していたのは、住みたい家ではなく住みやすい家を作るということです。私は長野県出身なので、軽井沢の寒さは、相当なものであるというふうに、考えてはいましたけれども、実際に家を借りて1年半住んでみた中で想定していた以上の寒さでした。で、寒冷地なので高気密高断熱の家を作りたいというふうに考えていました。で、そのために断熱の勉強をしたり、一緒に家を建ててくれる企業を探したり、で、その企業選びの中で重要視していたのは3つポイントがあります。1つ目は断熱に力を入れているということです。で、2つ目が軽井沢の土地柄、そして気候条件なども含めて、そういう知識そして経験をたくさん積まれている企業、実際に家を作ってくださる方が、軽井沢やその付近に住んでいて、この地域の気候条件や土地柄をよく理解している、そしてそこでたくさん家を作っているという経験も含めて、そういう知見がある企業を選びたいというふうに考えていました。この地域の特徴を知らないと結構見当違いな建築になってしまうという、そういう例も見てきましたので、そういったことも含めて地元の企業であるということ。3つ目です。家は建てて終わりと思いがちですけれども、実は建ててからが本番だというふうに思います。家を建てた後しっかりとケアをしてくれること、それはもう営業の社交辞令というか営業トークの延長線などではなく、本当に家に対して、そしてそこに住まう人に対して誠実に向き合って面倒を見ようとしてくれる会社を選ぼうというふうに考えていました。で、これは実際にその地元の企業で面倒見がいいっていうこの2つのところでは本当に実際そうで、家が完成してから、2日目ぐらいにトイレを早速詰まらせてしまいまして、でその時も本当にすぐ担当の業者の方が駆けつけてくれて、とても親身になって対応してくださったんですね。そういう意味でも本当に信頼できる企業を選ぶっていうのは本当に大事だなというふうにその体験でも痛感しました。実際に家を建ててみますとですね、寒冷地で快適な家を建てるっていうのは本当に大変です。で、こちらに関しては、寒冷地の家づくりのヒントの動画も、配信しておりますので、ぜひそちらご興味ある方はご覧ください。で、今言ったその快適な家を作るのが大変というのは、冬が半年も続くので、しかも、ほとんど氷点下を下回るというような厳しい寒冷地ですので、家づくりは大変です。で、その状況下で重視した方がいいなというふうに判断したのはインテリアです。これは意外と実は見逃しがちですけれども、実際にこういう寒冷地で定住するとなれば、おのずと家での滞在時間というのは長くなるはずなんですね。北欧の国の方々がね、とてもインテリアにこだわる方が多いという話を聞きますけれども、実際にそれはとても合理的な判断で、日々の QOL を上げていくということに直結すると感じましたので、インテリアもいろいろと工夫しました。ちょうどインテリアデザイナーの友人がいまして、で彼が台湾の人なので、台湾に行っていろいろインテリアとか、建築のアドバイスをもらいました。実際に彼が手掛けている現場に訪れたり、彼が経営しているお店に行ったり、いろいろなお話を聞かせてもらいました。もらったアドバイスの一つに、インテリアのテーマを決めるといいということがありました。で、私はインテリアのテーマというと、フランスの装飾文化は割と好きなので、そういうところからインスピレーションを得て、ただサブリシックというジャンルがあって、それをそのままスタイルを踏襲してしまうと何の個性もなくなってしまって、別にその人が作り上げたインテリアっていうことにはならなくなってしまうので、それはちょっと退屈だなと思って、インテリアっていうのはそのスタイルを踏襲しながらも自分の個性をそこに入れていくっていうことが面白いと思うので、まずはテーマをフランスの、ロココとか、ちょっとシャビーシックとか、そのあたりの要素を少し入れながらも私らしい個性を出したインテリアを作りたいというふうに彼のアドバイスをもらって決めました。
であとはですね、テーマカラーを決めるといいということもありますね。例えばその注文住宅だと木のドアの枠の色だとか幅木の色であったり、まあ、そういうものも統一していかないといけないのでテーマカラーを決めるの非常に大事です。で私はその軽井沢の緑が映える色がいいなと思って基調色は白で、それに付随して、まあ、ピンクや緑をこう展開していくっていうような形にしました。家が決まったらその後はどうするか、その後は庭作り、そして外構をどうするかという問題があります。でこちらも面白い出会いがいろいろあってですね、まずは木こりの方と出会いました。自宅で伐採された木を薪にするのを手伝ってもらいました。で彼はアーボリストといって木の上に登っていってですね、それを木を枝を切ってで木を切っていくっていう仕事なんですけれども、すごく特殊な仕事でいろいろな発見とか驚きがありましたし、あとはその木の知識だとか植物の知識などもねいろいろ教えていただいて、ただその知識が増えていくだけではなくて自然や森に対するリスペクトみたいなものが自分の中で大きくなっていきました。あとはお庭に関してアンディさんという方に出会って、その方にいろいろとご教授いただきました。彼はスコットランド人で、もともとヨーロッパの方で有名な方の庭などのガーデンを、管理をされていたりとか、軽井沢でも、ポール・スミザーさんという有名なガーデニングの方がいるんですけれども、その方と一緒に、お仕事をされていて、イングリッシュガーデンを得意とされる方なんですね。いろいろとアドバイスをいただきまして庭の植栽を進めていきました。イングリッシュガーデンというのはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これは人工的に作った人の手が入っているというふうに見てすぐ誰もが分かるような庭ではなくて、この花はもともとこの土地に自生していたのかそうでないのかちょっとよく分からないなというような、そういうすごく自然に見えるスタイルがイングリッシュガーデンのスタイルですね。私たちは敷地にたくさん木を残しましたので、その森の雰囲気を残しつつ少し植栽していくというような、さりげなく自然な形で植栽をしていきたいなと思っていましたので、どういう植物を植えたらいいかとかアドバイスいただいて、庭作りを進めていきました。あとは自宅の敷地からたくさんの浅間石が出てきましたので、それを使って写真のように砂利の飛ぶのを防ぐように配置もしました。3年目は本当にいろんなことがありまして、家周り、それから引っ越し周りに関して実質ほとんど私が主軸で行いました。もちろん大変な年ではありましたけれども、たくさんの楽しい出会いがあって過ごせた3年目でした。で、じゃあ実際に今の家に住んでみて満足度はどれくらいっていうふうに聞かれたら80点ぐらいですかね。その以前に住んでいた賃貸の住宅と比べると本当に快適だと言えます。窓の結露もないですし、部屋によって温度差というのもないですし、本当に快適な家ができました。で今回は家作りのことに関していろいろお話をしましたけれども、先ほどご紹介した動画以外にも軽井沢の別荘、それから家作りに関して、過去にたくさん動画を作成しておりますので、ご興味がある方はぜひそちらをご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価をお願いいたします。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。